2021明治安田生命 J1 リーグ第19節仙台と清水の一戦です。両チームの選手がピッチに入場となります。では仙台のスタメンです。ゴールキーパーは戻ってきたヤクブ・スオビク。最終ラインは右からマセ、照山、平岡、左にハチスカ、中盤の底に吉野と中原、2列目加藤、上原、木田、ワントップ西村という布陣で鹿島戦からスタメン6人入れ替えました。ゴールキーパー日本代表権田、最終ラインに怪我から戻ってきた原、センターにバウドと立田、左に片山、中盤に中山、竹内、宮本、カルリーニョスジュニア、前線に鈴木とチアゴ・サンタナという布陣になりました。加藤、ダイススルーキーでのパスコンビ、送り込んで西村、シュート受けるか木田、落として中原、前につけてチアゴ・サンタナ、羽目を作ってキープしてカルリーニョス・ジュニュにボールを預けます。中央3に入っているボックス内、サンタナ折り返しシュート、決めてきました。鈴木唯人、これがプロ入りリーグ戦初ゴールになりました。自身にとってのメモリアルなゴールが先制ゴールになりました。そしてこれが J1 通算1350得点、清水です。千葉選手のそのフィジカルの強さと、あとは最終的にそこを予測していた鈴木唯人選手のポジショニングが非常に良かったですし、あとはゴールに流し込むだけでしたね。ロティーナ監督は今までの試合では2点目を決めることができずに苦しんだと言っていましたが、さあ西村、角度がないところシュート、権田です。今リードしているだけにこういったプレーで失点するのは非常にもったいないので、気をつけたいですね、はい、前からプレス取った、シュートいった、キーパー権田、好セーブを見せます。加藤のシュートだったんですが抑えました。加藤選手、これは決めたかったですし、権田選手の反応も非常に早かったですね。加藤です。デザインされた形になりました。中に折り込んでくる、ヘディング折り返し、押し込んだ、吉野が最後同点ゴールを決めました。前半の早いうちに追いつきました仙台です。ここコーナーキックシンプルに上げずに、デザインされたショートコーナーからのクロスでしたけども、逆サイドに入った八塚選手からの折り返しに吉野選手、これも非常に狙い通りのプレーだったと思いますね。最終的に権田選手の届かないところに運んだヘディングも非常に巧みでしたね。中送り込む、逆サイド、ハチスカ、ワイドに使って中抜くんでヘディング、最後に西村合わせきれませんでした。チアゴ・サンタナのポスト、自分で前を向いて左カルリーニュスを使います。ヒールで流してチアゴ・サンタナ、中鈴木唯人いる、折り返し、早いボール、決定機を迎えましたが枠捉えきれず、サイドの高い位置に取ったカルリーニュス選手に対してサンタナ選手うまく流れましたけども、いやこれは決めたかったですね。サンタナ選手のボールも非常に良かったですね。決めたかったですね。つないで襲って鈴木唯人、ボールを取る、ヤクブ・スオビク1対1かわして、ここは手を伸ばす、そしてシュートは胸、ディフレクションがありましたか。ヤクブ・スオビクとの1対1、ここは封じました。清水がうまくコンパクトにした中で守備への立ち位置も決まり出しましたし、鈴木唯人選手うまく狙いながら、体に平岡選手よく当てましたよね。そうですね、直接向かってくるボール、ヤクブ・スオビク、竹内ダイレクト前、ヘディング、
リサロが決めました。 J1 これがリーグ戦での初ゴールになりました。まあ、このコーナーキックの質も非常に高かったですし、まあ、スオビク選手うまく弾きましたけども、まあ、このセカンドボールに対してうまくラインを見ながらですね、リサロ選手がうまく反応しましたし、そこを狙った竹内選手のパスも非常に良かったですね。繊細なパスを出しましたし、ヘディングも非常に、全身を使いながら叩きつけたヘディング、素晴らしいゴールでしたね。今シーズンセットプレーからの失点が多いという清水。遠いサイドヘディング落ちて松下シュートは同点ゴール、ねじ込んできました松下。まあ、冷静に逆サイド、まあ、当たったですね、当たって逆サイドに流れましたけども、非常に結果的にいいコースに行きましたね。まあ、気持ちでねじ込んだゴールでしたね。これで今シーズン松下は2ゴール目になりましたシーズン。ディサロからチアゴサンタナ、後ろに鈴木唯人、切り返してシュートにいった、あっという間に勝ち越し。ディサロからチアゴサンタナ、いやこれがありますね、このホットラインで勝ち越しゴールを奪っていきました。3点目。まあ、1対1の対応も強かったですし、最終的にうまく全身の腰を使いながらシュートコースも非常にいいゴール、いいところに飛びましたね。まあ、仙台としてはこの奪った後の得点を奪った後の守備でしたけども、非常にもったいなかったですね。ここで試合終了の笛が鳴り響きました。15位清水、そして16位の仙台の直接対決は清水が制しています。3対2、後半は壮絶なゲームになりました。